ツポレフツマイナス16ツマイナス16はソ連のツポレフ設計局が開発した総発の戦略爆撃機である。ソ連発のジェット爆撃機となった。DOD が割り当てたコードネームはタイプ39。NATO コードネームはバジャー。九百四十年代後半から開発が開始され、百五十二年に初飛行し、百五十四年には、 実戦配備が始まり、同年の命令に初めて飛行姿を公衆の面前に表した。翌1955年7月に赤の広場で行われた航空記念パレードで実に54機の大変態で飛行し、当時の西側諸国にセンセーションを与えた。つまりナス16ではエンジンを主翼と機体の取り付け部分の近くで主翼に埋め込み式で取り付けるという方式が、 採用された。また、K-10S 空対艦ミサイルを運用するようになったミサイル爆撃機型である、つ 16K-10 からは、能力向上のために機種にレドームが装備されるようになった。主翼の後体角は内翼部で41度、外翼部で37度となっている。また、内翼部の後部にバルジを設けており、主脚はそこに収納する。初期の生産型は、 通常爆弾を搭載する爆撃機で空軍向けであった。最大の生産数を誇ったマイナス1 6 a は各兵器運用型であった。これに加えて電子戦機型や海軍航空隊向けの対艦ミサイルを搭載するミサイル爆撃機型や海上哨戒型も開発された。さらに空中給油機型は翼端で空中給油を行うシステムを採用し、 全世界戦略の作戦展開を目指した。また、つマイナス16の機体設計をもとに民間旅客機としてつマイナス104が開発された。これは世界で2番目のジェット旅客機となった。つマイナス16各方はソ連の空軍や海軍航空隊で運用され、第3次中東戦争やアフガニスタン侵攻やイラン・イラク戦争などに活躍し、アジアや 中東アフリカの各国へ輸出され、長く使用された。また、スポレフ製の爆撃機としては、戦後最も生産数が多かった機体で、1963年に生産が終了するまで1500機が生産された。そのため、多くの機体が運用されていたため、冷戦時代には、日本近海を飛行する、つマイナス16に対して、航空自衛隊の戦闘機が、 スクランブル発進する事態が日常的に発生した。海上自衛隊の艦船に異常接近する場合もあり、1980年6月27日には、新潟県の佐渡の北方約1 1 0キロメートルの日本海で海上自衛隊の輸送艦、根室の目の前で墜落し、同館が乗員3人の遺体を収容するという事故があった。 1987年12月9日に、ソ連空軍の津 -16 偵察機は、沖縄本島付近上空に、領空侵犯し、カデナ空軍基地、空自基地上空も通過した。それに対して、航空自衛隊那覇基地第302飛行隊の海 -4EJ 戦闘機が空自史上初となる、警告射撃を行った。1958年には中華人民共和国にも、 引き渡し、西安引き工業講師によって、とどろき作6型の名で、ライセンス生産が行われ、1965年5月14日には、ツマイナス16の一機が、中国発の核兵器投下実験を行った。ツマイナス16の補充として、中東のエジプトやイラクにも輸出された。これをもとに回収された、空中級雪型である、トドロキアブラ6型も含め、 中国人民解放軍空、海軍では、半世紀近くも現役である。ロシア連邦軍からは、1990年代には、退役した。S-16 中距離通常爆撃機型取りやっち、技術博物館の展示機、KSR-5 空対艦ミサイルを搭載した、S-16K-10 から26長、距離ミサイル爆撃機型も、 二の空軍博物館に展示されている、ツマイナス 16K10 から26兆、距離ミサイル爆撃機型 KSR-2, 空対艦ミサイルを搭載した状態 H-6, スマイナス16及び、H、H-6 の運用国ツマイナス1 6三面図。ありがとうございます。